こんにちは、パーソナルトレーナーのビースト宗山です。今回はね、表題の通り、バルクス筋トレ大学のね、武田ポタンが、卒業っていうなんかびっくりですよね、ニュースが流れてきたので、その件について、動画を撮っていきたいと思います。武田ポタンこと、武迫さんですね。おそらくね、私より年が上なので、私はこう武田ポタンってあんまり言えなくて、まあ、言えなくてとか言いづらいので、武迫さんでね、通していきたいんですけども、正直ね、めちゃくちゃ接点あるわけではないです。バルクス作ったぐらいの時かな、武迫さんがいらした時ぐらいに、まあ、ちょっと仕事の関係でね、何度かお会いしたことはあるんですけれども、まあ、その時からね、本当あの動画のままというか、あの少しシャイな感じですし、あと誠実な感じ、あの笑顔ね、素敵な感じの方だったという印象が私はあります。今回ね、動画の中で、まあ、うつと不安障害っていうのかな、ということで、話されていたんですけれども、まあ、本当にね、大変だったと思います。大変辛かったと思います。今回の卒業でね、ご自身の精神状態が少しでもね、いい方向に向かっていくのであれば、それがベストじゃないかなと私自身も思っております。武迫さんがね、こういったうつ、不安障害ということでお話されてるんですけれども、まあ、これ別に特別なことでは正直なくて、誰しもがね、なりうることだと思います。私もですね、実はあのそういった、時期がありまして、まあ、何度かあるのかな、何度かありまして、一番直近だと多分2017年ぐらいだったと思うんですけども、まあ、その時はもう一緒ですね、あの電車に乗れない、もうどういうね、メンタリティーかって今となればこう説明も難しいんですけども、電車に乗ると全身痙攣するんですよね。まあ、ガクガク震えてしまって、なんて言うんだろうな、まあ、とにかくもう不安、なんかね、まともなやっぱ精神状態じゃなかったんですよね。電車に乗れなかったですね。その時はたまたまね、あの私の友人が近くにいて、いやこれはもう大変だからすぐに病院行った方がいいっていうことで、病院をね、まあ促してくれたというか、病院通いをねすることを促してくれて、まあ幸いにもというか、私はその当時ね、助けてくれる方もたくさんいたので、まあ少ない期間薬飲んでね、もう最後はこの薬をね、えいやっつってね、ゴミ箱に捨てて、そこからは一切飲んでないんですけども、やはりね、あの本当に大変な時期っていうのがありました。はい。ですので、まあ、武迫さんがね、あのどういった精神状態なのかなっていうのは本当に痛いほど分かるというかね、理解できます。で、武迫さんの、まあインスタグラムなのかな、なんかもこう流れてたんでこう見ていたんですけども、やっぱりこう幼少期っていうんですかね、少年時代から結構大変なねことを経験されているなっていうことと、私と同じような、まあ、私自身もね、すごくいじめにあっていたタイプの人間なので、なんかその辺なんかも共通点多いなと思っております。そして、うつ、そして不安障害、こういったものね、私の中でどういった人がなりやすいかっていう傾向があります。まず一つ、とにかく明るく、一見ね、一見明るく過ごしている方。そして二つ目、繊細な方。そして、三つ目、とにかく優しい方。こういった方がね、非常にあのストレスが溜まりやすい、ストレスの逃げ場所がなくて、全て受け止めてしまって、こういったうつや不安障害になってしまう方多いんじゃないかなと、私自身をね、思っております。まさに武迫さんが苦しんでしまったっていうのは、やっぱりすごくいい人だと思うんですよね。こういったいい人っていうのは、やっぱりこうストレスを全て受け止めてしまったりとか、あと、なんていうのかな、多分自己肯定感がちょっと低いんじゃないかなと思うんですよね。まあ私もそうだったんで、すごくわかるんですけども。で、立場的にも大変だったんじゃないかなと思うんですよ。っていうのは、今ね、YouTube 70万人規模のチャンネルのアシスタントをしていると。で、もともと武迫さんが有名じゃなかったと思うんです。ただ、山本さんと一緒にいることによって、どんどんあの知名度がね、上がっていったと思いますし、それによってね、いろんなご意見が出たと思うんですよ。私はね、そんな詳細見てないんですけれども、まあ、大会とかも出てたわけですよね。で、思ったような結果も出てなかったと思うんですよ。そういった時に、やっぱり今 YouTube の世界ってすごくて、まあ、めちゃめちゃすごい体の人が増えたじゃないですか。そうすると、めちゃくちゃ比較されるわけですよね。で、比較されて、
おそらく否定的なコメントとか嫌でも目にしてると思うんですよね。もうこれね、本当大変だと思いますよ。本当に辛いと思います。私のこのチャンネルなんてね、2万登録ぐらいですから、まあちょっとね、そういう否定的なコメントあってもあまり気にしないっていうか、まあ気にするほどでもないんですけれども、やっぱりその YouTube っていうジャンルだけではなくて、まあネット上ね、いろんなところで書き込みあると思うんです。そういったところでもういろんなね、本当にすごい筋肉たち、才能あふれる筋肉たちですよ。そこと比較されてやっぱ過ごす、そして70万登録にもなるチャンネルの中でアシスタントをする、本当にね、ストレスすごかったと思います。でもね、私思うんですよ、竹迫さんの良さっていうのは超一流のね、筋肉の素質がないことだと私は思うんですよね。これね、本当悪い意味で言ってるわけじゃないですよ。本当にそう思うんですよ。もう一部のすごい才能を持ってる人間がね、出る YouTube ってすごく魅力的だと思うんです。ただ一方でやっぱどこまで真似できるのかなとか、この人じゃないとできないのかなっていう部分って誰しもがあると思います。ただ私もね、超一流の素質が正直ないんですよ。もうこれね、残念なことに。ですので、まあベンチプレスはそこそこ結果出してますけど、ボディービルで私自身がね、納得した成績って正直出せてないんですよね。まあそういった部分でもなんか共通点感じるなと思うんですけれども、いくら頑張っても審査員評価されなかったら、やっぱコンテストって無意味になってしまうというか、自分に対する評価が著しく下がってしまうものなんですよ。いくら頑張ったって、いくら努力したって、順位がね、低ければ、ああ、今までの頑張りって無駄だったなって、どうしても思ってしまうものなんです。だからね、本当私もボディービルにおいては、なんだろうな、やっぱりこう、他者の評価を得るために、すごい苦しい思いをしてきましたし、まあ、辛い経験をね、たくさんしてきたっていうのがね、あります。ただね、一方で最近思うんですよ。いろんな方とね、コラボして。で、その時に例えばバズーカ岡田さんがね、私にコーヒーを言ってくれるわけですよ。いやビーストさん、私はね、もう初めて会った時からもうとんでもない上腕三頭筋のとてつもなく絞れた方がいるなと思って接しましたと。そしてね、ボディービルコンテストっていうのはやっぱり、まあ、審査員の好みだったりとか、その審査基準に沿った評価基準っていうのがありますよね。ただそれでやっぱりその人のことを全て決めたら良くなくて、例えば私ね、ビーストさんがなりたい体に近づいてなっていった、もうこれはもう事実だって、評価基準満たしていなくてもとんでもない体を作り上げてると。だからそこでね、自己肯定感を下げてほしくないんですと。まあそういう話をね、まあ二人の時に、まあしてくれたんですよね。私はね、もうその時っていうのは結構最近なので、ボディービル大会出てないんですけども、なんて言うんですかね、ちょっとやっぱ救われる気しますよね。これジュラシック木澤さんなんかも言うんですけども、木澤さんもね、評価基準とかで言う話で言うと、おそらくそのバランスで言うとやっぱ悪い分類になってしまうんですよね。ただものすごい体じゃないですか。まあ、それでね、今準優勝まで行ってるんで本当にすごい方なんですけども、ボディメイクコンテストって一見ね、評価基準もちろんあるので、評価に満たされないと順位もつかないし、一見やっぱりその自分が頑張ってきた努力ってやっぱ否定されがちなんですよね。ただそうじゃなくて、その今までやってきた努力っていうのはやっぱり素晴らしいことですし、今ね、私トレーニング頻度ちょっと仕事が忙しくてね、下がってしまって、やっぱ T シャツとか結構緩くなってるんですよ。あ、だいぶ手細くなったんだなとか、ズボンもパツパツだったので緩くなってきた時に、そっかと、自分が今まで才能がないなとか評価されないなと、努力してもなかなか難しいなと思ってきていたんですけども、今この状況で改めて思うのは、あ、自分ってめちゃくちゃ頑張ってたんだなって思えるようになりました。
まあ、ありがたいことにね、私なんかの方でも実際に会うと、いや、思ってたより全然ごついですねとか、まあ、すごいですねって言ってもらうこともあって、ちょっとね、えへへってこう嬉しいなって思うこともあるんですけども、竹迫さんも、もしかしたら、そういったところでね、すごく苦しんでいたんじゃないかなと、まあ、勝手ながら私は思っています。まあ、この動画もね、本当に仲がいいとか、よくしてるとか、そういうわけじゃないんで、まあ、本人がね、見てくれるかどうかっていうことは一切わからないんですけども、竹迫さんが多分ね、その動画中で見えない努力、たくさんしてきたと思います。それは、やっぱり誰よりも自分自身で評価していただきたいですし、この間、たくさん助けてくれた人がいると思うんですよね。これはやっぱり竹迫さんの人柄が良かったから、だからみんなそうやって助けてくれていると思うんですよね。ですので今大変苦しい思いをされていると思います。そして大変辛い時期を過ごしていると思います。ただこういった時期必ずどこかで抜け出せると思います。いや、抜け出せますので、まずは自分自身をたくさん褒めてあげて、自分がやりたいこと、自己実現したいこと、自分が今後取り組んでいきたいこと、そこに向かってまた一生懸命頑張れる日が来ることを私は祈っています。何度も言うように、私自身はそんな面識があるわけでもないですし、私自身が、竹迫さんに対して何ができるかも正直わかりませんが、何か私がね、相談に乗れることがあれば、どういった形でもいいので、連絡いただければ、お茶でも飲みながらお話できる日が来ればいいなと思っております。とにもかくにも、竹迫さん、ご卒業おめでとうございます。今後の豊かな人生送れることを祈っています。頑張っていきましょう。今回もありがとうございました。